はいえー、それでは今日読書レビューをしていいいきたいと思いますでこのチャンネルでは、えー、私が一日一冊を目標に本を読みましてその内容をこういった形で動画でレビューをしていくという内容になっています。で紹介するのが多いのは、まあ、ビジネス書とか、えー、心理学についての本あとは習慣化継続化についての本とあと最近はまあお金について、まあ、投資とか資産形成についての本も読んで紹介することが多いです。 もしあの興味を持っていただければ、えー、チャンネル画面に行っていただいて、まあ、チャンネル登録であったり、まあ、再生リストから動画を見ていただけると嬉しいなというふうに思います。で今日ご紹介する本は「えー、この日本人と韓国人なるほど辞典」と。 いうタイトルの本になりますで、えっとまあ、ちょっと古い本なんですけれども近所の古本屋で売っていたので購入した本になります発売があ2002年ですねなんでもう今から、えーまあ、15年以上前の本になりますので、まあ、そのあたりも踏まえて、えーまあ、読みましたで内容としてはですねサブタイトルであるんですけれども「衣食住言葉のニュアンスから人付き合いの習慣まで」と。 いうふうに、えー、書いてありましてああのまあ、基本的に幅広いトピックに関してまあ、基本的には風俗ですね風俗っていうのはそののままああ,、まあ人々の暮らしであったりとか、えー、まあ、そういったところについて、えー、紹介しているという内容になっています。でえっ、ー、とまあ,あのざっくり言うとですねあの まあ、比較的フラットに書かれているのかなという印象でした。で、正直言って。まあ、あの日韓の間にはですね。いろまあ、これまでもあの今でもですね。あのまあ難しい問題がたくさんあるわけです。けれども、えまあそういったバイアスをなるべくこう持たないように。 あのの自分の中でででは心心がけて読んだつもりですでまあ、そういう読み方をするとまあ、比較的どちらもフラットに書かれてるかなという印象です。えー、とまあ、日本のいいところはいいところで紹介するし良くないところは良くないところで紹介するまあ、それはまた韓国も同じで、えーまあ、比較的フェアな書き方だったんじゃないかなと思いました。であのー、なので、えーまあ、違いについて素直に「ああそうなんだ」というふうに読むことができました。でえー、と今日は一点あのー 面白かったと思ったところ、興味深いなと思ったところをご紹介をします。で、それはどういうことかというと、えー、まあ韓国と日本の間での大きな違いとして、えー、私が感じていたことなんですけれども、まあ韓国っていうのは、えっ、ー、とまあ、日本よりもまあ比較的こう。 発展としてはです、ねえーまあ、時系列でいうと遅れて発展した国だと思っていたんですけれどもでまた、えー、と結構こう洗練された製品であったりとか、まあ、英語がみんな使えたりとか国際化が、まあ、日本よりなんとなくオープンに進んでいたりとかそういう印象があったにもかかわらず上下関係が非常に強いい国だなとととうことをずっと感じてましたでそれはなぜかという問,、えー、問いに対して、えーまあ、この本の中で説明されていたのは、まあ、儒教の影響だということです。 でそれどういうことかっていうと住居、まあの中でもですね、えー、と親孝行の功っていう、まあ、その文化っていうのを韓国では、えー、重視して授業を取り入れたとつまり、まあ、その親孝行上下関係、まあ、っていうのを特に重視して、えー、特に、えー、と父系社会、まあ、父親を中心とする 社会、まあ、男が偉いんだ、まあ、多分韓国って結構男性強い、まあ、女性も強いんですけど、まあ、男性が特に、まあ、あの社会の中で強いとされていると思うんですけれども、まあ、そういう父系社会を中心として、まあ、これまで文化発展を遂げてきたと。なので、えーとまあ、親を大切にするとか、えー、年が上の人を大切にするとか、まあ、上下関係を大切にするとか、まあ、そういった部分が非常に強いというふうに、えー、理解できるそうです。 でそれに対して日本はどうかっていうとその儒教の文化の影響を受けてるんですけれども公、えー、の文化、まあ、親孝行の公を考えるっていう文化ではなくて忠誠心の中っていう文化を、まあ、日本は儒教から学んだと。で結果として、まあえー、武家社会忠誠心を発揮して、えー、自分の仕、えーまあ、えている えー、武家武家っていうんですかね、えー、まあその自分の使えている人に対して、まあ、忠誠心を発揮すると、まあ、そういう文化が日本文化の特徴だそうです。でこれは例えば、えーとまあ、今でもある程度残ってると思いますしその韓国っていうのはさっきも言ったように、えーまあ、お父さんが尊敬されるとか年上が尊敬されるでそれに対して日本っていうのは、えー、と最近、まあ、昔はそういう色もありましたけども最近はもう結構その色は薄れてきていてそれでもなお残ってるのはやっぱり会社への忠誠心。 っていう風な文化ってえっ、ー、とまあ要は所属している組織に対しての忠誠心ですよねまあ、あの自分の、えーまあ、忠義を尽くして組織社会に尽くしていくっていうイメージはまあ、日本人の方が強いとでまあいいとこも悪いとこもあると思うんでそれはまあ今日はあの話しませんけれどもまあそういう文化が強いとでそれに対して韓国っていうのはまあ家族とか、えー、まあ、年上の人に対してまあ尽くしていくっていう文化が強いんだということが書かれていました。 であの私はですね仕事で韓国に行くこともあの何度かありますしありましたし、えーとまあ、韓国人の友人というのも何人かいますで、えー、ともちろん彼らはまあ基本的に個人的に付き合っているレベルでは非常にいい人たちですし、まあ、ちらっと言いましたけれども韓国の人っていうのは結構スマートな人が多い。 えー、部分もあると思います、えー、なんだけれども、うん、と結構その家族との付き合い方とか、えーとまあ、その上下関係っていう部分で日本人とは違う部分があるなっていうのを感じてたので、まあ、それがすっきり理解できた、えー、説明でした、まあ、これは面白いなと思って、えー、とちょっと塾教についてもですね自分でももう少しあの勉強してみようと思いますあの、まあ、少なからず日本人のこうメンタリティーにも影響を及ぼしてると思いますしまあちょっとそんなことを思いながら読んでました。はい えっとまあ今日は以上ですでまああのまあ日本と韓国っていうのは非常に近い国まあ地理的に近い国でありながらまあなかなかいろいろな歴史背景もあって、えー、まあ理解が進んでない部分も多いんじゃないかなということをまあこの本を読んで改めて感じましたやっぱり今アメリカに私住んでまして日本とアメリカっていうまあ物理的な距離のある国同士の付き合い方よりもやっぱり日韓っていうまあ国の付き合い方っていうのはなかなか、えー、まあこうこれまで えーまあ、議論がこう進みきってない部分っていうのがあるなっていうのを改めて感じました。でまあただ地理的に近いということはですね、えーとまあ、いい関係を築ければ。 今後、将来いい関係でやっていけるということかなとお互いに利益を享受できるということかなというふうに思いますので最近は非常に日韓の間というのは難しい問題になっていますしあえてコメントはしませんけれども私も韓国、日本の主に韓国の取っているスタンスに対して意見はありますそういったところで未来の発展にわたってうまく解決するちょっと方法はいろいろあると思いますけれどうまく解決することができれば えー、まあ、より良い、えーまあ、アジアのまあ、国として関係性を築けるんじゃないかなということをまあ、ちょっと感じました。はい、今日は以上になります。で、あのもしよろしければまあ、チャンネル登録していただいたりとか、再生成リストから動画を見ていただけるだけでも嬉しいです。はい、励みになりますのでよろしくお願いいたします。今日は以上です。